はいどうも、鈴木悟のテイクイットイージーチャンネルでございます。私の簡単なプロフィールになります。お時間ある時にでも検索してみてください。はい、今回の話題ですが、メッセージいただいている中からですね、なんと、野球問題でございます。私格闘家なので、はい、どこまでお答えできるかわからない、お答えはできないんですけれども、はい、メッセージいただいている中から、もうニュースとか、なんですかね、ワイドショーなどなどですごく取り上げられた話題なのでご存知だと思いますが、千葉ロッテの佐々木朗希選手が、白井さんっていう審判の方と揉めたと、揉めたっていうか、その白井さんという方が威圧したみたいなことの方が取り上げられてたんですよね。そのことについて、どう思われますかという質問がなぜか私に来ました。はい、格闘家なんですけどね、まあまあお答えできる範囲でお答えしようかなと思うんですけれども、まず事の経緯というかはなんか細かくもあったらしいんですよね。その場のそこだけじゃなかったということもなんかちょっと見たんですけれども、まあ、とにかく起こったのは、佐々木選手投げた、まずその投げたボールに対しての、判定がボールで、その後ランナーが一塁から二塁に盗塁してて、それも間に合ってしまって盗塁取られてという、その結果に対して佐々木朗希選手が明らかに不満な表情態度を出したと。そして、まあ、それに対してその白井球審って、そのキャッチャーの後ろで見てる審判の人、球審っておっしゃるんですね、がマスク外してあのピッチャーのところまで、佐々木朗希選手のところまでこう来たと、なんか文句あんのかみたいな態度だったっていうことで、そっちの白井球審の方が問題視されているというのが大まかな、すごくざくっとですけれども話題だと思うんですけれども、これまあまあまあちょっとあっさい知識でお話しするのもあれなんで、あの少し調べたんですけれども、まずその佐々木朗希選手の態度、その審判に対しての不満態度を出すってのは、まあ本当は良くないんですって、本当は良くないんですけれど、そのくらいいいじゃんって思う部分私はあるんですね。はい、なのでなんだよっていう感じで、なんかこうあーってふてくされるじゃないですけども、なんかね、態度の映像だったのは覚えてますけれども、でそれに対して白井球審が詰めてきたっていうようなことになっているんですけれども、これちょっと話は違うらしくて、その野球のルール上、ピッチャーだとなんかあるんですよ、その自分のポジションを外れての抗議というのは退場の対象になる、結構雑に今私言ってますけど、なんかそういうルールブックにそういうのがあるらしいんですよね。なので、ベンチから出てきておい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 っていうのとかもよく見られますけれども、あれってもうすぐ退場の対象にはなってるらしいんですよね。でもまあレフリー審判も、うん、まあまあって聞いてあれなんですけど、あんまりひどいとすごいもう退場っていうシーンって結構テレビとかでも見たりもしますけども、他のポジションの選手なんかでもやっぱりそこから明らかに離れて何か抗議をするとその時点で退場の対象になるらしいんですよ。審判は退場っていうかどうかは別としてなんですよ、もうだから言ってもいいらしいんですよね。で佐々木朗希選手、あの時ピッチャーマウンドから出てるんですって。で確かに映像見たらすごい離れてるんですよ、ピッチャーマウンド、こうあの茶色い土が持ってあるところから出ちゃってるんですよね、もう離れてるんですよね。そこでこうリアクションを取ってしまった
まあその面と向かってその白井球審に言ったというよりはそうこうちょっとこう不満な態度を出したっていうのは退場の対象になる行為なんですって本来。なので白井球審は寄っていって何かあるのかっていうことをその佐々木朗希選手に言っていたということらしいんですね。なんかそんな風にして見てみると確かにそんな風にも感じられるんですけれどもね、そう考えると一概にどちらが悪いともなくなるじゃないですか。佐々木朗希選手これルールを知らなかったんじゃないかって言われてるんですよ。でもプロ野球選手だからルール知ってると思うんですよね。なのでマウンドを離れてそういう抗議的な態度を取ってしまったのは明らかに悪いですよね。でしかしですよ、まあそれ悪い、これわしあもう結論言うとどっちも悪いです、はい、今のは一つその佐々木朗希選手のその、まあ、のプレー中での、まあ、行為ですねが悪いで、白井その球審はその行為をしてその佐々木朗希選手に詰めていった、まあ、キャッチャーの方もこうなんか止めながらなんて感じでしたけども、それをやってでまあ、佐々木朗希選手を退場処分にはしなかったですけれども、その後のコメントを求められていることに一切答えてないんですね。コメントは出しませんみたいな感じ、でもそれで今ルールがその佐々木朗希選手がそのピッチャーのポジションであるそのマウンドを離れての、抗議のようなことをしたっていうなので、それをなんでしょう、注意しに行ったでも、まあ、退場処分にしなかったんで注意ぐらいなのかなと思うんですけれども、行ったっていうのコメントを出していればみんなが納得したと思うんですよ。なのにそこでまたコメント、いやコメント出しませんみたいなことを言っちゃったらしくて、またワイドショーで今度ね白井球審がなんかすごく責められてるっていうようなことになってしまっていたわけですよね。どっちも悪いですよね、そういうふうに聞くと。なのでまああの態度というかその白井球審のあの詰め方というのが皆さんね気に入らなかったというか、なんかおいおいおいってなんか審判がそういう態度でいいのかっていうふうになってしまったんでしょうけれども、本当はルール違反してるのは佐々木朗希選手なんだよっていうのもまあ白井球審の言い分なのかなとも思うんですが、確かにあの態度っていただけないなとは思うんですけれども、レフリー、まあ、審判がそれで選手にそういうふうにね注意なりするんだったら、やっぱそれもなんか例えば教師とかでもそうですけども、まあ、怒るんではなくて叱るという注意する、おいとお前ルール違反を今しているぞって大丈夫かって今回は見逃すけれども以後気をつけろよみたいな、ちゃんとこう叱る教育するっていうような立場での、あの場面だったら絶対そう見え方も絶対そんな風に悪い風に見えてないでしょうし、なんかねみんなに誤解をされるようなこともなかったのではないかなとも思うんですけれどもね、やり方ってね、はい、難しい、いろいろあると思うんですけども、私はそう思いましたね。率直にもっとこう注意、ちゃんと教育をしてあげるのも審判の、立場とは言えないですけども、まあ、審判のやり方なのではないかなと思うんですよね。そしてまあ審判も人間ですからね、まあミスジャッジ、まあその役に関してのあれがその投球にねボールと出したのがミスかどうかは私はちょっと分かりかねますけれども、ちょっとこう得意な格闘技の方でお話しさせていただきますけれども、私なんかも何度か経験あります。ローブロー打たれてるけどローブローの反則を取ってくれないレフリー、パンチャーだって腰が折れて明らかに1回手を下についてるダウンなんですけど、ダウンを取らなかったレフリーとかいました。
で、まあ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 、まあ、もうしょうがねえかというふうにして、私もそこは諦めるというあれなんですけれども、まあそうですね、そこに関してはあまり文句はないかなって思ってます。一番はやっぱジャッジですね。あの判定になった時に判定負けとかになったことももちろんあるんですけれども、その時にえなんでだよって思う気持ちってあるんですけれど、ちょっと諦めてるのが、あ俺が KO できなかったから悪いんだって思ってたんです。これはねもうプロになってすぐもう思ってました。あのすぐ思ってたっていうのは、そういうことをされたっていう意味ではなくて、あの試合する以上、まあ、第三者ジャッジがレフリーが公平にさばいてくれるんだっていうのはあっても、他人の手に自分の勝敗を委ねられないっていう気持ちはずっと持ってましたね。なので判定になってしまって、出てしまった判定は KO できなかったから仕方ないやっていうふうにいつももう反省していましたね。まあそこだからジャッジはまあ私はそんなに敵だとは思ったことないんですけど、まあ、レフリー敵だとも思わないですけど、味方だとも思わないし、あとはそういうミスっていうのを何度も受けているので、まあ人間だから仕方がないこととかもあるんですけれども、いや後々見ればわかるじゃんっていうね、ビデオとか見ればわかるしっていうのとかはやっぱりね、腹立たしいものはありますよね。それで試合を決してしまっていることもあったので、一つなんかはシュートボクシングでフロントチョーク決められて、フロントチョーク決められてスポット抜けたけども、抜けたけどもレフリーストップされたんですよ。なんか一本もう落ちてるみたいな判断だったんですかね、全然立ち上がろうとしてるのに止められたんですね。それはもう、はい、もうまあ物分かりが良すぎてしまうのもどうかと思うんですけど、まあ受け入れましたよね。私たちのセコンド陣もそれで受け入れてしまっていたので、抗議も何もなくです。で2つ目、それもシュートボクシングだったんですけども、バックハンドブロー、そうついこの間はい、ボクシングの裏剣についてのお話ってちょっとしましたけれども、バックハンドブローで明らかに前腕が当たってるんですよ。前腕部、それってもうほぼ肘打ちに近いんですね。裏剣ではないんです、バックハンドブローではない。まあそれで倒されて、まあダメージを負ってしまったので、その後の展開でももうそのまま詰められて KO 負けっていうのがあったんですけれども、それも後日、あそこはね抗議したんですよ。後日映像も見て明らかにここ当たっているんですよね。でも流れの中でのことだから仕方ないっていうねことになってしまったので、まあ再ね勝敗は変わらないし何にもあれなんですけどね、うん、何にもならない、別に抗議して、あそうですね、向こうは認めたとしてもそうですねで終わりだったっていうことになるんですよね。だから本当選手もそこもその試合で人生が変わってしまうってこともあるので、あの本当レフリージャッジは気をつけていただきたいですよね。うん、あのその野球の方のお話でもやっぱありました。昔にもそういうことは もちろんあるわけで、その明らかにストライクがボールだとかボールがストライクだとかっていうそういうので、そのなんか自分の生活をかけてその一球を投げているっていうねコメント、どなたかのコメントが、はい、ありましたけど、本当その通りじゃないですか。なのでそれでストライクって入っていればね、良かったものをボールという風な判定をされたがために何かが崩れてしまうっていうこともあるわけですしね、なんか人間のやることですからね、さすがにミスもあるんでしょうけども、本当レフリージャッジ、まあ、審判の方々はもう選手のそういう、はい、生活人生もその見ているんだなっていう気持ちで、はい、
取り組んでいただきたいなと思いました。ということで、まとめなんですけども、今日はあの佐々木朗希選手と白井球審の、ことはどう思いますかということだったので、それに関してのお話だったんですけども、結論どちらも悪いと私は思います。その佐々木朗希選手の、いいんです、不愉快な態度出すのはいいんですけれども、そのマウンドを折れてやってしまうと反則ルール違反なんだよってことはちゃんと分かった上でやったのかどうかっていうのも分からないですけど、それはやっちゃダメなことをやった佐々木朗希選手、失礼朗希選手と、それを分かっていて、確かに見るとマウンドを降りてこうやってる佐々木朗希選手に詰め寄っていっている白井球審なんですけれども、その詰め寄り方がどう見てもそのなんて言ったらいいですか、自分の感情をむき出しでやっているように見えてしまったっていう、ちゃんとこう選手をね注意育成みたいな気持ちでやっていなかったように確かに見えるのは見えるので、でその後のコメントでしっかりとコメント出していない、あれはルール違反なんですってことを言ってればこんなことにならなかったっていうふうに、ところで白井球審も悪いという、どっちも悪いなっていうので私の今日の、見解とさせていただきたいと思います。はい、今回は以上になります。この動画面白かったなと思ってくださいましたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。今後もですね、選手の分析、試合の解説などなど、今回は野球だったんですけれども、私の分かる範囲でお話しさせていただく、ちょっと調べたりとかもするかもしれませんけれども、はい、そんな話題でも構いませんので、私に聞いてみたいなと思うことがございましたら、 YouTube はもちろん、Twitter、Facebook、Instagram の DM までメッセージの方よろしくお願いいたします。皆様のメッセージが励みになります。皆様のメッセージで動画が完成しております。本当にありがとうございます。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。常時全力、気楽にいこうぜ。